愛媛県出身です。お腹割れてる？そうだな。まあ、34個ぐらいには割れてますね。ずずずじゃ、え、そうですか？34？34、あの 2×17、 横が2で縦が17、縦が17 違う違う、縦が2で横が17だカブトガニ、カブトガニって言われちゃった。カニじゃないよ。チョコ、チョコです。板チョコ。ありがとうございます。どこが割れてるの？お尻まあお腹はね、割れてるかどうかはね、まあ、見てからのお楽しみってことでそんなこと言ったらめっちゃ割れてる人みたいになるけどそんな割れてません期待はさせないようにしとこう。やっぱね、期待はね、寝れてない方がいい。なんか割れてる人に聞きたいんだけどさ、ご飯食べてお腹がいっぱいに、お腹いっぱいまでご飯食べたらお腹出るじゃん。そしたらさ、その分さ、腹筋もさ割れなくなるのかな、シワが伸びるのかな、こう割れてる人に聞きたいわ。割れたまんまなの、ご飯食べてもプニプニになる？焼いた方が切れ目見えやすい。え、どういうこと？パンみたいなこと言うじゃん、食パンみたいなこと言う切れ目見えやすい。あれってシワなの？え、シワじゃないの？あれってあ、腹筋はシワじゃないのか。割れてないの確定。すごい、なんか推理された。困っちゃう。呼吸すると、あ、私割と最近までさ、腹式呼吸はさ、胃の中に空気が入ると思ってたんだけどさ、あれ肺に入るの知ってました？ありがとうございます。酸素は肺にしか入らないらしいですよ。
でも腹式呼吸っていうくらいだからさ、マジ？ほんと？え、ほらやっぱ知らん人いっぱいおる。そうよ、肺にしか入らんのって、びっくりやんな。なぜ胃？え、腹式呼吸だから。今日の唇ういね、なんてことだ。ちょっとさ、昨日のさお礼も兼ねて、あとは壇上も呼びたいと思います。出勤さんありがとうございます。中村舞です。オフです。明日はメイクしたいと思います。壇上も呼ばせていただきます。りょうちゃんさん、しょうくんさん、ジュノラニカウェグリさん、やまちゃんさん、アーリーさん、あずゆいさん、きのこのみさん、かねともさん、りょんきゅうさん、めゆたみさん、しんじさん、あさかさん、みーさん、ありがとうございます。たまもありがとう。あと昨日のあれ、プーさんさん、ありがとうございます。で、ブク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 、今日海の日だったんですよ。海にはちょっと行ってないんですけど、タワー投げました。え、そうなんですか。1位の方、うわ、ごめんなさい。なんだろう。ありがとうございます。結婚タワー？え、結婚タワーってなんだ？わあ、ありがとう。明日お礼させていただきます。ありがとうございます。結婚してたわ。結婚して、求婚。あ、待って、今何分？ 58？ あー、ちょっと待って、あー、大変大変、なんてことだ。あ、あと1分ぐらいしかなかったわ。ごめんなさいね。おやすみなさいませ。あー、皆さん、また明日です。姫カット健在ですよ。で、じゃーん、ここにいます。おやすみなさいませ。キュン。ありがとうございました。また明日です。ふん。だね、ありがとう。ゆっくり寝てね。ありがとう、おやすみ。